皆さんこんにちは。カウンセリングサービスカウンセラーの大塚のり子です。今日は愛される心の力の最大活用ということで、愛されるのに大事なポイント2つと、あと究極の愛されるについてお話をさせていただきたいと思います。どうしたら愛されるのって思っている皆さんのお役に立てればと思っています。大塚が生で喋るの見るの初めての方ってちょっと教えていただいていいですか。ありがとうございます。初めまして。はい、ありがとうございます。初めての方もいらっしゃるので簡単に自己紹介させていただきます。先ほど原カウンセラーから紹介いただきましたように、私は普段カウンセラーとかワークショップの講師として東京と仙台で活動しています。今でこそ人前でこんな風にお話をさせていただいてますが、十数年前まではすごいネガティブに関しては今もかな十数年前はですね、この愛されるとかに関してはこんなネガティブな私が愛されるはずがないって思ってました。愛なんて私には無縁のことって思ってたんです。やさぐれてました。でも心の中では誰かに愛してほしいと思ってました。ものすごく愛されにくい態度をしながら愛されたいって思ってました。でどうにも生きにくかったんです。人間関係には疲れるし、恋愛はうまくいかないし、そこで私が何をしたかというと心の勉強を始めました。心について知っていくと大きな発想の転換があったんですね。それは私に向けられた愛がないわけじゃない、私が愛を感じられないのが問題なんだって。まあビジュアル化するとこんな感じです。世の中の愛されてる人たちはこう、お手手のシワとシワを合わせて幸せ、ありがとうとかいう感じなんです。愛される人たちっていうのはね。じゃあ私はどうしていたかというと、お手手の節と節を合わせて不幸せ激震、こんな感じだったんです。同じ手を合わせるってことなのに、愛される人たちと全く違うことを私は感じたんですね。まあ、皆さんも心当たりあるかもしれませんが、でそれから私は見方や感じ方を変えるっていうことに取り組んできました。そして今回皆さんの前で愛されるというテーマでお話しするに至りました。今日はその愛されるに関する見方や感じ方について私流にお話をさせていただきたいと思います。で愛されやすい人になる秘訣っていうのはいくつかありますけれども、今日は2つのポイントをご紹介します。1個は愛し方の違いを知るです。愛し方の違いを知る。突然ですが3択でちょっと考えてみてください。大好きな人から愛情表現をされるとしたら、次のうちあなたならどれがいいですか。考えてくださいね。1個目、100本の赤いバラをもらう。2個目、愛してるって言ってもらう。愛してるって言葉にして言ってもらう。3つ目、ギュッて抱きしめてもらう。せっかくなのでアンケートを取ってみたいと思います。1番の100本のバラがいい人、はい、ありがとうございます。2番目の愛してるって言ってもらうがいい人、はい、ありがとうございます。3分の1、4分の1ぐらいかな。で3番目のギュッと抱きしめてもらうがいい人、あ、これが一番多いですね。はい、ありがとうございます。これですね、愛情を感じるのに視覚、目で見るもので感じやすいタイプなのか、愛してるとか耳で聞くこと、聴覚で感じることが感じやすいタイプなのか、ハグとか抱きしめるとか肌に触れるとか体感覚っていうんですけど、視覚、聴覚以外の感覚で感じやすいのかっていう傾向を知る質問なんですね。で今バラバラにこう手を挙げていただいた方も多かったと思うんですけれども、こういうふうに違いがあるわけです、人によって。でもちろん私たちは複合的な要素から感じ取りますから、これらのタイプ分けが全てではありません。でもです、例えば彼は100本のバラを渡すことが愛情表現だと思っている、だから君を愛してるよっていう表現をするときに100本のバラをくれる、だけど私はギュッてしてもらうことが愛情表現だと思っている、だとしたら彼はバラをくれるけど私をハグしてくれない、私愛されてないかもって思っちゃうかもしれないんですね。2人の気持ちは同じなのに分かってもらえてないとか寂しくなってしまったりすることが起こるわけです。なので自分はどういう愛され方をしたいのか、どういうふうに愛されると嬉しいのか、相手はどういう愛し方をしたい人なのか、例えば彼はバラをくれるとかそういうふうな視覚的な表現をすることで愛情表現する人だって知ってたとしたら、あ、これって彼の愛情表現かも、これって彼の愛情表現かもって気がつきやすくなると思うんですね。なので愛し方の違いを知るのは自分に向けられた愛を感じやすくなるのに大事なことです。
ちなみにさっきの3つ感覚の優位性をチェックする方法簡単にお伝えしておきますね。で最初に言ったあの視覚派、まあ、バラの人なんですけれどもは色とかデザインを重視します。色とかデザインで、グラフとか図とかイメージとか映像とか目で見るものを示すと理解しやすいです。で話す言葉の中には見るとか狙うとか焦点を合わせるとか視覚目で見るものに関する言葉をよく使います。で聴覚派、愛してるって言うっていう表現のタイプの方はですね言葉とか話し方に気にし、まあ、話し方を気にします。それから、話の中で論理的なことっていうのも大切にされたりします。あとは音楽が好きだったりこうざわざわしている雑音の中だと集中できないとかいうこともあります。で擬音語がよく使ったりします。それから言うとか聞くとか話すとか、響くとかそういった耳に関する言葉をよく使います。でもう一つの体感覚派、ギュッとしてもらうタイプ皆さん多かったですけれどもその人たちは、心地よさとか肌触りっていうのを重視したりするんですね。でこう感情表現をするときに手とか体を結構動かしたりします。あるいは実際に体験するっていうのを好むんですね。本を読むよりもセミナーに行くとかね。あと言葉で言えば暑いとか寒いとか緩いとかきついとかそういった形容詞とか触れる感じるといったような言葉を使うことが多いです。でこのタイプ分け繰り返しますがどの感覚が強く反応するかっていうのは相手を理解する一つの要素に過ぎません。でも相手を理解して伝えれば分かり合いやすくなります。相手を理解して聞けば相手の好意を感じ取りやすくなります。これ職場の話に置き換えると例えば上司がどういうサインで皆さんを評価するタイプなのかって知っておくと肯定的に上司が表現してるんだなっていうサインもキャッチしやすくなります。愛されやすい人になる秘訣愛し方の違いを知って愛されていると感じやすくなりましょうっていうことです。で愛されるポイント2つ目、大塚が推したいのはですねご機嫌になるです。ご機嫌でいるです。人の関係をうまく活かせるのは相手に何を感じさせるのかっていうのが大事です。まあ当たり前のことなんですけれどもあなたが悪いとか間違ってるあなたじゃダメ役に立たないとか否定されたら気分悪いですよね。不愉快ですよね。でこの対極にあるのが認めるとか褒めるとか感謝するって言って肯定するようなことです。で皆さんもよく聞くと思うんです。愛されるためには褒めましょう感謝しましょう笑顔でいましょうってここまではよく言われることですよね。でもう一つ人があなたと一緒にいて不快にならない状態っていうのがあります。何だと思いますか。それがあなたがご機嫌でいることです。自分といて不快にならないでいてくれる自分といて楽しんでくれているそんな人と人は一緒にいたいって思います。そこで今日はご機嫌でいるコツっていうのをお伝えしたいと思います。それはですねあらできたあらできたちょっとご機嫌そうなフレーズでしょ、ね、必死で考えましたこれあらできたならいけんちゃうかとでご機嫌でこれはあらできたっていうのはご機嫌でいるために意識したいことの頭文字です。このあっていうのはありがとうあっていうのはありがとうありがとうって言おうとすると人がしてくれたこととか自分に向けられた善意に目が向けられます。愛されてるって感じやすくなるんですね。でありがとうにはもう一つ自己嫌悪にはまりやすい人とか自分はダメだって自分を責めやすい人にいいお知らせがあります。私たちが自己攻撃や自己否定をしているときに私たちの意識って自分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 って自分に向かっちゃうんですね。自分はダメだ自分は悪い自分はって全部自分に向いちゃうんです。ところがありがとうって言おうとするときなんとかさんありがとうって相手のことを見ることができるんですね。意識を外に向けられるんです。相手の方に向けられるんです。でこの時何が起きるかっていうと相手に興味を向けている間自己嫌悪とか自己攻撃をしなくて済むんです。その意味でもありがとうって言おうとチャレンジしていただけるといいかなと思います。でラはですねラッキー小さな幸運に敏感でいるほどご機嫌でいられます。出かける日に天気がいい信号が青だ電車が空いてる待たずにご飯が食べられたとかお手手のシワとシワを合わせて幸せか節と節を合わせて不幸せか同じ出来事をどれだけラッキーな方に捉えられるかそれがポイントです。とりあえずラッキーだって言ってみてなぜならばって考えてみる方法もあります。私はラッキーだなぜならばみんなに話を聞いてもらえてるとかね不運に注目して不機嫌でいること幸運に注目して
ご機嫌でいること、皆さんはどっちの自分でいたいでしょうか。ではできたです。まあ、ストレートな肯定のワードですね。できたって思うとき嬉しかったり達成感ってあると思いませんか。できたって感じやすいほど私たちはいい気分でいられるんですね。ところがです、人にはできないことがあります。ここ強調しておきますね。完璧にできる人っていないんです。できないことはあるものなんです。ただそのできないことを使って自分を苦しくするのか、できないことを通して学びだったり成長だったり感謝に変えていくかは自分で選ぶことができます。私がおすすめしたいのは、できなかったことと引き換えにできたことがあるとしたら、できなかったことと引き換えにできたことがあるとしたら、それは何ですかって考えることをおすすめします。例えばお誘いを受けることができなかったとしたら、それと引き換えに自分の都合とか自分の気持ちを大事にすることができたのかもしれません。お誘いを受けることはできなかったけど、休むこととかお断りするっていうことを選ぶことができたのかもしれません。お断りするのは申し訳ないなって感じた気持ちの分だけ、誘ってくれた人を大事に思ってるってことに気がつけたのかもしれません。できなかったことと引き換えにできたことがあるはずです。できなかったことと引き換えに必ずできたことがあるはずです。失敗だって経験することができたです。大好きな人とのお別れだってこんなに人を好きになることができたです。決めることができないっていうのは現状維持を選ぶことができているってことです。できなかったって思ってしまうと落ち込んじゃうし自分を責めてしまうでしょう。できなかったことと引き換えにできたことがあると発想したら、できたことをもとに次に進むパワーにしていけるでしょう。できたっていうのはあなたのご機嫌を取り戻す重要アイテムです。次ですね、キーはですね、切り替え。ありがとうもラッキーもできたも、言葉を使った切り替えですよね。ここで言う切り替えは体を使ったアプローチです。感情は体につくっていう言葉があります。私たちが嫌な気分を感じているとき大抵こう下を向いて固まってしまうんですね。ダンスしながら落ち込めませんし、スキップしながら怒れないと思いませんか。体を動かすと感情って変わるんですね。で、例えばこの切り替えの例で言うと、職場で嫌なことがありました。とりあえずトイレに行きます。個室に入って一呼吸して今からすることをやってみてください。いいですか。個室に入って一呼吸したらバカめこれね、笑うでしょ。絶対そんなことやりたくないって思うでしょ。でも騙されたと思ってやってみてください。これね、あまりのバカバカしさに思わず笑えちゃうんです。その時にうわすっごい嫌だって余ってた気分から気分は変わってるんです。これが切り替えで でね。だけど全ての皆さんにワカメをやれとは言いにくいので、体を動かす切り替え方法って無限に作れますから、ただ歩くだけの気分は変わりますから、皆さんなりの切り替えっていうのを探してみていただければと思うんです。なんかじわじわと笑っていただけてありがとうございます。ワカメですよ。でね、タンはですね、大丈夫大丈夫。どんな人の中にも怖がりさんの部分があります。そして不安や恐れっていうのはご機嫌を妨げます。不安や恐れを解消する方法っていうのはいくつかあるんですけれども、その一つが大丈夫大丈夫って安心の方を向くことです。大丈夫な人がいる、大丈夫な場所がいる、大丈夫なものがある、あなたにとっての大丈夫を探してみてください。怖がりさんが発動したら大丈夫の感覚を思い出すようにしてみてください。で、もし怖がりさん私すでに卒業してるぞっていう方は、この他をですね、楽しむにしていただければと思います。楽しんでるとご機嫌よくなりますよね。で、ご機嫌でいる方法はあらできたあらできたあらできたでいいんですけれども、本日感謝祭年に一度のスペシャルイベントでございますので、上級編のオプションをつけさせていただきます。それはですね、あらできたよです。要はね、喜びです。喜びは心の活力源です。やる気が出ない時、私たちは喜びを失っています。そんな時はこんなことを考えてみるといいかなって思うんですね。あなたの幸せを喜んでくれる人は誰でしょう。あなたの成功を喜んでくれる人は誰でしょう。それから少し視点を変えて、あなたは誰の幸せを喜びたいでしょうか。あなたは誰の成功を喜びたいでしょうか。目の前の苦悩の先に喜びが待っているとしたら、あなたと誰かが喜びでつながっているって思えたら、喜びっていうものがあなたの不機嫌を抜けていく力になってくれるでしょう。ということで、あらできたよあらできたよって自分をご機嫌でいさせてください。
で、あらできたよっていうのは皆さんがご機嫌でいて愛されやすくなることの他にもう一つ副産物があります。それはですね、自己肯定感が高まること。あらできたよって自分を褒めてあげられることですね。不機嫌な自分は好きになれないかもしれません。でもご機嫌な自分ってちょっといいかもって思えるんじゃないでしょうか。ですね、念のために言っておきますけれども、不機嫌になることは悪いことではありません。私たち生きてれば嫌なことありますし、嫌なことあったらへこむのが自然です。大事なのはへこんだ後もう一回ご機嫌に戻ること。へこんだ後もう一回立ち直ればいいだけのことです。で、皆さんの興味っていうのをご機嫌の方、不機嫌じゃなくてご機嫌の方に向けようってするだけでも、皆さんからこう醸し出される雰囲気って変わってきます。で、皆さんがご機嫌になるとですね、それまで傷つかないで、近寄らないでって皆さんの周りにあった不機嫌バリケードがですね、撤去されます。そうするとご機嫌なあなたで愛されることができるんじゃないでしょうか。ここまで愛されるののポイントとして、愛し方の違いを知って愛されてるって感じやすくなること、ご機嫌でいて一緒にいたいって思われる人になることっていうのをお伝えしてきました。最後にですね、究極の愛されるについて少し私の体験をお話しさせてください。これはですね、私と私の父の話です。父はですね、今年の2月に他界しました。まあ、いつ行ってもおかしくないっていう状態が1年ちょっと続いた後の旅立ちでした。で、この間ですね、私は非常に濃厚な体験をしました。衝撃だったのはですね、父は私を自分の娘だと思っていなかったっていうことなんです。親子なのは間違いないんですけど、なぜか固くなに私は自分の娘じゃないって思ってたらしいんです。思い込んでたみたいなんです。で、私以外の家族ってみんなそれ知ってて、でも私だけは去年ようやくそれを聞かされたんです。まあ、本人からじゃないですけどね。びっくりですよね。もう一緒に生きてきて今みたいな、死ぬ直前じゃんってびっくりしました。で、多分ですね、そのことを知って昔の私だったら恨んだと思います。私愛されてないじゃんってやさぐれたと思います。私望まれてない子だったんだ、絶望したと思います。でも実際の私は不思議なぐらい落ち着いてました。もちろんショックがなかったわけじゃないんです。だけどそれを知ったことで、なんかこれまでの父との関係っていうのにいろんなことが腑に落ちたんです。私の父との関係っていうのはずっと他の兄弟とは違う距離感を感じてました。兄弟何人かいるんですけどね、父と他の兄弟っていうのは結構いろんなところに出かけてたんです。富士山行ったりキャンプ行ったり、結構遠くに出かけてたんですね。だけど私は連れて行ってもらうことがありませんでした。で、兄弟のことに関して、まあ、進路だったり進学だったり、そういうことに関してすごい父は感情的だったんですけど、私のことに関してだけはほったらかしの無関心だったんです。まあ、それはありがたいっちゃありがたかったんですけどね。で、その理由っていうのを私は私なりにこう考えてたんです。私は他の兄弟と年が離れているから、年が離れて生まれたから扱いが違うんだって。で、まあ、いろいろ事情があって、ちょっと幼い頃私だけ、兄弟は家にいたんですけど、私だけ母の実家に預けられて育ったんですね。あ、だから父は扱いが違うんだって思ってたんです。でも、まあ、その話を聞いてから違ったんです。父が私を自分の娘だと思えなかったからだって知った時に、なんかこれまで感じてた違和感って、あ、こういうことだったんだって納得がいったんです。なんかすごく意外な愛されない理由っていうのが見つかったんですね。で、あ、そういうことだったのかって思いました。でも私少しして、まあ、しばらくして考えた時にこう思ったんです。むしろ自分の娘だって思ってないのに育てるってすごいことじゃないって。あ、父すごいなって。で、だからといってもですね、まあ、生きるか死ぬかの状況にあるわけで、今更親孝行しようにも旅行に行くことはもちろんできませんし、話すことも長い時間はもう無理でした。で、私にできることで残ってたのは父の心を安らかにすることかなって思いました。で、私はよし、じゃあ父に感謝を伝えよう、父にいてくれたことを肯定していこう、悔いなく旅立ってもらうぞって決めたんです。しかしです恥ずかしいんですよ、何か言おうとすると。で、もちろん抵抗もあるし、今まで嫌な思いしてきた出来事もいっぱい思い出されました。正直まだまだじゃん、私カウンセラーしてんのにとか自分にツッコミ入れながらね、思ったんです。でも限られた時間、今しかないって思いが背中を押してくれました。でね、ある日私は言ったんです。お父さん、昔さ、土曜日に学校が半日で終わった後によく配達の車に乗せてくれたよねって。それでさ、〇〇さん家の前の自販機でいつもジュース買ってくれたよねっ
私あれ楽しかったんだって。そう言ったらですね、父はぽつりと覚えてねっていう返事です。でもね、父の心がざわざわしてるのを感じました。覚えてないわけないんです。私はさらにゆっくりと言葉を続けました。〇〇の工場ではさ、配達のカゴに入れて遊ばせてくれたよね。私は覚えてるよお父さんって。すると父はこう言いました。お前のことはあまり遊びに連れてってやれなかったな。あの頃他のことが楽しくなっててなって。で、父はそれ以上言葉を続けることができませんでした。涙をこらえてるのが分かりました。私の記憶にある父って自分が悪いって絶対に認めない人だったんですね。もちろん言い訳もしません。で、その父が心の中でごめんって言ってるのを感じました。もうそれは奇跡のようなものでした。私ね、思っちゃったんです。あー、お父さん懺悔したかったんだって。それは突然訪れた親子の許しの時間でした。まあ、その後父は危篤になったり持ち直したりっていう日々が続きました。そんな中でですね、あと一つ今度帰ったらしようって後回しにしてたことがあったんですね。それはちょっと変かもしれないですけど、耳かき。大塚家ではですね、耳かきを耳掘りって言うんです。父の容態が悪化してからずっとなぜか私は父の耳掘りをしてあげなきゃって思ってました。で、2月のある日、母から涙声で帰ってこいって電話がありました。帰ってみると実家で寝てた父はもう喋る元気もありませんでした。その日ね、ようやく私は生まれて初めて父の耳掘りをしたんです。気のせいかもしれないですけど、苦しそうだった父の顔が一瞬だけ緩んだような気がしました。そのうち父の呼吸が乱れて処置をしたけれど、そのまま息を引き取りました。なんか最後までやり残してた耳掘りがまるで父との別れのために準備されてたことのように思いました。あるいはもしかしたら私がそれを決断できる瞬間を父が待っていてくれたのかもしれません。父との最後の瞬間がなぜ耳掘りだったのか、私と父の間ではそれは特別な意味がありました。他のことはお母さんにやってもらえっていう父だったんです。だけど唯一耳掘りだけは父が私にしてくれていました。多分耳掘りは私にとって父から愛されているって感じる行為だったんでしょう。まあ人は愛されたように愛そうとするものなんでしょうね。父が私を自分の娘と思っていようがいまいが、耳掘りをしながら感じたことが私の真実でした。最後に、愛させてくれてありがとう、父に感謝してます。父が亡くなったことを実感したのはなぜか6月の父の日頃でした。愛されないっていうことよりも、もう愛せなくなったことが胸が痛くなりました。この体験を通して私が皆さんに伝えたいことは、愛されようってする時よりも自分が愛そうってした時の方が愛されてるって強く感じられるってことなんです。だから究極の愛されるは愛するなんです。究極の愛されるは愛するなんです。愛することに不器用かもしれません。独りよがりになっちゃうって心配かもしれません。でも私たちが誰かを愛そうって心の扉を開けた時に、初めて心に愛が流れ込んできます。私たちは誰かを愛した時に、自分に向けられてきた愛に気がつくことができます。心の力を最大限に活用するには、自分から愛すること。どうかあなたから誰かを愛してみてください。大切な人を愛することを自分に許してあげてください。皆さんの心が愛で満たされるように願っています。ご清聴ありがとうございました。